いかんいかん、見るな、見るんじゃない。意外とか細いんだな。まひろさん、怖っ。慣れない体では洗いづらいでしょうから、お背中流しますよ。それにもう私、まひろさんのすべてを知ってしまいましたし。もう一遍死んでこい。そう、自分の体ですよ、まひろさん。やめ、なんだよ、クーコ。あのな、この体はニャルコだけど、中身は八坂真宙なんだぞ。中身は八坂真宙だけど、体は八坂真宙じゃないんだ。分かってるよな。ちょいと失礼をばして。どこ行くんだ。少々お花を摘みに。素直にトイレっていいよ、真宙さん。女の子なんですから、もうちょっとデリカシーというものを。誰が女の子だ。ニャルコ。いやー、まひろさん、男の子っていいものですね。お前何をした。トイレで何をしてた。いやー、男の子って本当にいいものですね。死んでこい。で、どうしてお前らがここにいる。空母から私の体と真宙さんの精神を守るためです。少年を守るため。本音はすげえの具合体です、真宙さんと。ニャルコの体とエッチして。お前らな。私はニャルコの体だけを好きになったわけじゃない。そうか。でも体だけでもいける。おい。待て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 、タイムタイム。